じゃじゃじゃーん。はい、小金洗顔。今年の重大ニュースでも語りますか。ママの一番のニュースは何ですか。一番のニュースかどうかわかんないけどね。うん。やっぱり今年ね、いろんな人が亡くなったね。ああ、そうだね、うん。パパのおばあちゃんも亡くなったし。そうそう、おばあちゃん100歳で。うん。私のおばも亡くなってしまった。そうだね。おばさん亡くなったもんね。うん、12月の8日にね、用事があって実家に帰ってたんだけれども、夕方に羽田に向かう京急線の中で黒っぽい服装してる女の子3人がいるのを見たんだよね。天空橋で降りたから今日何があるのかなと思って、ロックっぽい感じの服装をした3人の女の子以外にも結構黒っぽい服装をした人が何人も降りてきたから、何があるのかなと思って調べたら、私の桜井あっちゃんのお別れ会かなみたいなのがあるのが分かって、あ、そっかと思って、それをね、パパに知らせたら、今日他の人も亡くなったよって言って、ね、誰かと思ったらミシェルの千葉さんが亡くなったっていうことで、今年はね、たくさんミュージシャンの方も亡くなって、大橋純子さんとかカンさんとかね、谷村新司も亡くなったね。ああ、そうだね、うん、ミュージシャン結構亡くなってるね、うん。電車の中で見たね、その女の子たちを見たら、なんか自分の昔のことを思い出して、うん、私も清志郎さんの葬式の時、青山葬儀場に6時間か7時間ぐらい並んだなと思って。ねえ、並んだよね、ママ、ね、うん、大好きな人が亡くなるの寂しいよね。うん、ミシェルがあれかね、遠藤社長が歌ってたよ。うん、そうそう、遠藤社長の歌聞きました。でもね、それ私見てたら思ったんだ、なんかやっぱりあのスープ魂を忘れちゃいけないなと思った。ハウス農法とかやってるのもそうじゃん、パパ。うん、そうだね、確かにロックだね、やっぱりさ、うん、例えば農薬がなくちゃ野菜作れないとか、肥料がなくちゃ野菜作れないとか、そうなんだろうけど、そうかもしれないんだけど、でも本当にそうかなって、本当にそうなのかなっていう現実を疑うっていう気持ちとか、もっと良くなってほしいっていう気持ちとか、その今の現実を変えてやるっていう気持ちとか、やっぱりそういうロック魂はいつになっても忘れちゃいけないなって思った。うん。あえて言わせてもらうと、その電車の中で見たロックキッズ、私がもうキッズっていう年じゃないと思うけど、ずっとロックキッズでいようかなって思ったよ。現実想像していこうか。うん、していこう。明るい現実とね、想像してこう、今よりもいい未来作ってこう。ね、思考は現実化するからね、うん、割とね、思考は現実化するって本当に現実化するもんね。僕も結構したよ、ね、あとね、そう、ここに、ここ2、3ヶ月でなんかそういうこと多かったね。日々の脱皮した皮を財布に入れたら金運が上がるって誰かが言ってて、へえ、いいな、日々の皮私も欲しいなって言ってたら、その1週間後ぐらいに畑で見つけたんだよね。そうそうそう、すごかったよね。ちっちゃかったけどね、うん、ちゃんと畑で落ちてたから、海の川あったと思って。ねえ。畑もそうだもんね。うん、畑もそう。やろうと思ったら手に入ったもんね。うん。でもきっとそれはね、私だけのせいじゃなくて、この世の中にいろんなもの殺さないでもできる農場があったらいいなって、そういう気持ちを宇宙に、なんかこの気持ちの釘手を投げていきたいなっていう、そういう気持ちを持ってたから、そう、何かが助けてくれたと思うよ。うん、ね、まさにカオス農法ですな。これまだ芋大丈夫かな。これおにぎりそろそろいいかもしれない。本当、ちょっと火をおとなしくしてから。うん、そうだね、火ばさみがあるもんね。じゃーん。アリゲーターガーです。うん、こんにちは、アリゲーターガーでーす。無飼料、無農薬、無呼吸、そして虫を殺さない無殺生のアリゲーターの。なんかみんなシーンってしちゃった。それ芋？
うん、これおにぎりです。あ、あいうえおにぎり、できなかったらもう一回いけるよ。うん、そうだね。ちっちゃい方はもういいか、完全にいいかもしれない。私どこに入れたか分かんなくなっちゃったよ。うん、あ、ここにあった。結構深かったのか、うん、自分が持ってるよりも深かったです。なんかね、世界の闇と一緒だね。これないね。あと何個、あと2個、あと2個。あと、あった、ありがとう。無理せんで、いけるかな。これだけですね。あ、でもシューシュー言ってる。お腹すいた、お腹すいた。よし、じゃあ食うか。うん、なんかハエがいっぱい寄ってきてる。ハエ、ほら、ハエ。なんだろう、やっぱりこの辺になんか動物の糞でも落ちてるのかな。なんか臭いの。座ってみて。ほんとパパになんかハエがたかってる。なんで。これが全部ブヨだったら怖い、ね。うん、なんか懐かしいね。第3回目の YouTube ってさ、焚き火の回でさ、うんうん、焚き火したい。あ、そうか。パパ、ほんとこの辺平気。なんかハエがたかってるけど、なんかいろんなもの置いててパパ平気。うん、どういうこと。じゃあ、ハエの中いただきます。で、ね、これが今日朝僕が作った特製おにぎり。熱い熱い、すげえ熱い。え、ほんと大丈夫、持てる。うん、持てる。お、なんか茶色くなってる。お、焼きおにぎりになった、よかった。ほら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 、焼きおにぎり。ごま油と米油成功したのかな。ねえ、いい感じに焼けてる。いただきます。あ、ほかほかになってる。美味しそうになって、うん、じゃあ、2023年も残すところあと48時間を切っております。おめでとう。いただきます。いただきます。わ、ちょっとここ焦げた。うん、ごめん。いただきます。うん、おいしい。パリパリ。うん、ハエがすごい。おせんべいみたい。おせんべいみたいな時ね。おせ、晴れたる青空、漂う雲よ。あれから1年やね。大級うねができたって言って、大級を歌ってからね。なんか顔が赤くなってるから、つるってし、かわいい。暑いからかな。芋食いた、芋。これね、そこで取れたんですよ。そこで。すぐそこで。畑で芋を作り、畑に生えた野草で芋を焼く。そして焼いた灰は畑に撒く。すごいね、この循環。うん、すごい。パーフェクトですよ、パーフェクト。うん、あ、すごいすごい。湯気が出てる。うん、じゃーん。あ、いい匂いする。じゃーん。ちょっと食ってみます。あ、すごい、湯気が。芋もたまにはいいものですね。うん。すごい、ほら。うわ、うまっ。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 めっちゃうまい。何これ。去年とか一昨年のと味が違う？わからん。なんかハエがやったら来るんだけど、なんかこの辺に動物でも糞がしていい。ねえ、糞ならまだいいけど、死体とかいいや。そしたらもう綺麗に焼けます。うんか、うん、おいしい。どう？おいしい？うん。おいしい。おいしい？うん。なんかがまっちぞ。うんうんね。こんなね、ハエがいっぱい飛んでる絵空ね。うちらが一週間ぐらいお風呂入ってないと。ね。昨日入りました。あれだね、生焼けだったらもう一回包まなきゃいけない。じゃーん。黄色い皮が赤くなっちゃった。黄金千貫。が、美味しい美味しい。
どう焼けてる？焼けてる。なんか味が違う。反対側に見せてあげたい。じゃ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 ん。すみません、食べかけすいません。黄金洗顔。ただ食べてるだけなんだけど、これ大丈夫。うん。あ、この YouTube？ うん。いつもこんな感じ。食べてるか、おじさんがよまいごと言ってるか。あと野菜が喋ってるか。よまいごと言ってこ。うん。現実想像していこう。ね、よまいごとが現実化してるんだもんね。それはすでによまいごとではありません。黄金線が栗っぽいです、うん。色も栗っぽい。うん、少しね、うん、ほら色が変わるのが早いから。ああ。その、ね、色の変わり具合が、ね、栗のあのほら尖ったとこみたいな、うん、テイストで、うん、余計に栗ご飯っぽいっていう。なんかね、ちょっとハエちゃんにもあげたい。ハエ食べるかな。どうだな。僕ばっかり食べて悪い。食べんかったらもった食べんかったらあれか。これに置いといてもらおうか。うん。お、来た。ああ。はい。ということでですね、今日12月30日、大晦日イブ。ライブをしようと思ったけど、電波が来なくてできませんでした。の巻。終了します。で、今日はですね、焚き火をして、美味しいお芋を食べました。で、あとは、焼きおにぎりも食べました。で、いろんなことを語り合いながら、これから、1月、2月、3月ですね、駆け巡る時代、そんな時代に乗り遅れないようにですね、頑張っていきたいなと思います。来年はね、ほんと、いい年に、来年もいい年になります。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルが気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録していただいて、で、あとはですね、高評価とかコメントとかいただけるととっても嬉しいです。嬉しいです。はーい。それでは、失礼いたします。2023年も、バイナラ、ラナ、イバ。ありがとうございました。良いお年を。See you. 来年もよろしくお願いいたします。